皆さん、こんにちは。春です。お世話になってます。本日は、私の経験をもとに、設計開発職の英語事情についてお話ししていきたいと思います。話の順番としてはですね、時系列中に話していきたいと思っていて、就職の面接の時、1年目の時、そして2年目以降といった順で話していきたいと思います。日系大手グローバルメーカーでして、まあ、海外に対してもかなり展開、事業展開しているような会社でした。まあ、なので、 まあ、外から見るとバリバリ英語を使ってそうに見えるようなですね、会社ですね。えー、まず面接の時ですね。まあ、これはまだ実際に働き始めてない就職の、就職活動の段階なんですけども、英語面接っていうのは、まあ、そこの会社では特にありませんでした。ただし、もう履歴書というか ES の段階で、かなりですね、英語力っていうのは、高い英語力は求められていました。トイックっていうのは ES の中に必ず書く欄がありましたし、点数が高いと面接の時、 書類が通過しやすかったりとか、面接の時にかなり評価をされました。特に理系で言うと、900点以上 TOEIC で取ってる人っていうのは少ないので、900以上取ってると、そこは面接でもかなり評価されて、その面接で聞かれる内容の中でも、その TOEIC の勉強法とか、英語についての話っていうのはかなり割合として増えてきます。院卒の場合は 研究について聞かれることが多いんですけども、まあ、そこにプラスアルファ英語についても加わって研究対英語が7対3ぐらいの割合になりますと私が実際に入社した会社以外でいろいろな会社の面接を受けてきて英語面接がある場合っていうのもあって同僚だったりとか上司が外国人の方の場合っていうのは英語面接になるケースっていうのが多いです でしかもそういう英語の面接っていうのが事前のアナウンスなしで急に結構来るんですね。要件の部分に英語力とか英語で英語を使ったコミュニケーションとかっていう要件がある場合っていうのは結構注意で日本語で面接してたのに突然英語の面接に切り替わるってことが結構あったので まあちょっとこれは脱足ですけども皆さん、えー、転職とか、まあ、就職活動される際はそこは気をつけてくださいまあ面接段階での英語については基本的には使用しませんでした、まあ、日系企業だともう多くの場合で英語面接っていうのは少ないのかなと、えー、先ほど言ったように同僚や上司が外国人の場合とかでもない限り英語の面接っていうのはないので英語を使う機会っていうのはあんまりないと思いますたただし、TOEIC とかそういった英語試験 のスコアっていうのはかなり評価されるのでそこは、えー、取っておいて損はないです続いて入社1年目ですね日経の大手企業にありがちだと思うんですけども1年目はもう全部研修で終わりますと、まあ、3ヶ月ぐらい全体のこう研修があってその後はですね工場とか営業を実習で2週間とか1ヶ月ぐらいの単位で、まあ、いろんなことを経験させてもらえますとその後は個人課題といって 配属はされるんですけどもその後に実際の業務に取り掛かるかといったらまだ取り掛かることはできなくて。 まあ個人課題、1年目課題みたいな形で、社内にある課題を何か見つけて、その課題解決のために、個人で、こう、独自で、こう、研究というか、課題を、こう、解決するための仕事を進めていくようなのがありました。基本的にこの1年目については、英語は全く使用しませんと。たまに、こう、先輩方に助けてもらうためにコミュニケーションを取るんですけども、まあ、基本的には自分で、こう、実験とかを進めて、えー、ひたすら、あの、個人課題をクリアしていくと。1年目の最後の、 え、月ぐらいに個人課題発表みたいなのがあって、優秀賞が選ばれるとか、まあそういった感じの研修が行われました。2年目、ようやくですね、まあ個人課題というか1年目の研修が終わりまして、部署の業務に参加させてもらうことができますと、製品開発に取り組むわけですね。なので、ここめちゃくちゃ忙しくなります。1年目はですね、残業が まあもうほぼゼロだったんですけども、2年目以降から50時間とか60時間ぐらいに月によってはなるぐらい忙しくなりました。で私がやってたのは評価系の業務だったんですけども、まあそれがメインの業務としてある一方で、まあ、資材の発注だったりとか、あとは輸出入品の管理とかですね、そういう若手専用のこう雑務的なものがあります。発注した資材を受け取ってこう倉庫に格納したりとか、 割とこう体力仕事だったりとか、こう、事務的な作業みたいなのも、設計開発職なんですけども、若手のうちっていうのはかなりやらされると。パテントディフェンスって言って、特許について調べる仕事っていうのがガッと降ってくるんですね。これ何かっていうと、 先輩とか、その部署の、ま、誰かが開発した技術っていうのが、他社の特許に引っかかってないかどうかっていうのを調べないといけないわけですね。部署全体で一斉に取り組むんですけども、でもやっぱり若手ほどですね、ノルマが多いんですよ。先輩は2件の特許を見ればいいところ、若手は10件とか20件調べないといけないとか、まあ、そういった形で、年齢が低いほど、 まあ、ノルマっていうのが与えられるので、まあ、かなりそこはですね、読むのが大変でした。まあ、ただし、市場がアメリカとかの場合っていうのは、米国特許を調べないといけないので、そういう特許文書とかっていうのが英語で書かれてるんですね。なので、そこをですね、まあ、調べるとなると、勉強してきた英語っていうのを生かすことができるわけですね。自分が今やっている技術分野のについて知識を得ることができたりとか、技術分野に関する英語を知れたりとかっていうふうに、業務の中で、 得る知識っていうのもかなり多いですというわけで2年目については、えー、前半に言った輸出入品の管理業務とかっていうのも文書が英語なのでそこも英語を使いますプラス先ほどの特許関係の まあ特許を調べる業務。ここも文章が英語なので英語を使いますということで、リーディングスキルっていうのはかなり頻繁に使いました。ただしですね、英語の仕様としてはそれだけで、まあメールをしたりとか、まあ話したりとか、外国人の方と英語を使ったコミュニケーションをしたりとかっていうのは、まあ一切なかったですね。会社でですね、使わないからこそ放っておくと英語力っていうのがどんどん低下していくので、自発的に勉強をして英語力を磨いていかないと、 もう勝手にですね、仕事をする中で英語力を向上させるっていうことはほぼ皆無だと思います。就職の面接の時はですね、グローバル企業ということもあって、英語は本当によく使うから、その高い英語力を生かして、ぜひぜひ頑張ってほしいっていう風に面接官とかからは言われるんですけども、まあ、ただ実際入ってみると、そんなに使用頻度は高くなかったかなというふうに思います。 ただしですね、技術者としてキャリアを積み重ねていく場合っていうのは特許とか論文っていうのは必ずたくさん読んでいかないといけないと思うんですけど、そういう技術的な知識を身につける上で、英語は非常に重要なツールだなっていうふうに感じました。というわけで、今理系で英語を勉強されている方の中で、 なんだ設計開発仕事を始めてからあんまり英語を使わないのかっていうふうに思って英語の勉強をやめてしまうのではなくてぜひぜひ英語の勉強を続けていいたただきたいです、まあ、仕事は仕事で頑張る英語は英語で自分のスキルアップのために必要なツールというふうに、まあ、位置づけして、まあ、そこをちょっと切り分けて考えて英語の勉強の方をですねどん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 続けていただきたいというふうに思います。 皆様の中でも仕事で英語を使う中で成功したこととか失敗したこととかシェアできる経験があればぜひコメント欄で共有いただければ幸いです。本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。